どうもこんにちは。お疲れ様です。今回はですね、売れにくい商品がどうやったら売れるようになるか、売れにくい自分のカテゴリーがどうやったら多くの人に受け取ってもらえるようになるか、こういったお話をしようかなと思います。まあいろんな商売が世の中にありますけども、まあ自分自身ね、私自身も商売をずっとやってきてですね、うまくいかないことの方が多いです。で、うまくいかないことでも、でも、 同じ商品を扱って同じ業界の中で成果を出している人もいるわけですよね。でこれどこに違いがあるのかってことなんですよ。商品や価格は似たようなもんなんですよ。もっと言うと価格でこちらの方が安いはずなのに高いものが売れたりするんですよね。これは一体どういうところにその秘密があるのかなってことです。大きくは2点です。私たちが考えられるののはは一つは確率の問題ですよね 多くの人に知らせるアクセスを集めることによって一定数買う人ってのは出てくるんですよ。ね、例えば私が何かねメールマガジンでい,いや発信してますよねメールマガジンの読者が100万人ですそこでおかしな商品が1個も売れないおかしな商品であろうとも1個も売れないってことが考えられるかどうかってことなんですよ100万人読者さんの中にはいろんなあ性引きを持ってる方ねいろんな趣味の方がいらっしゃいますいろんな価値観があります だからそこではほとんどの商品が流すだけで何の工夫もなく売れるんですよ。もっと言ったらね、100万人の読者がいるっていうのが最大のこれね、特徴なんですよ。で、テレビ CM とかっていうのもそうですよね。視聴率1%でもう100万人なわけですよ。じゃあ視聴率5%って言っても超不審番組ですけども、でも500万人が見るんですよ。そこですでに一個もれない商品を探す方が難しいんですよね。それこそ高くたって売れますよ。というのが、 500万人も視聴者さんがいたら物の価値が分かんない人とかね勘違いする人とか先走る人いろんな状況の人がいますだから売れるんですよね、はい、例えばねここにフィギュアが1個ありますこういったね女の子のフィギュアですけどもこれを私が500円で売るとしますよね近くの人3人にこれ500人で買わないって言っても売れる可能性は低いですでも500万人の市場に対して これを500円で買いませんかって言ったらいや1000円や2000円でも買う人出てくると思いますよずいぶん前置き長くなりましたけども動画を量産するっていうのは結局ね1個の動画ではアクセスが低いからたくさんの動画を作ることによってたくさんのアウトプットすることによってトータルのアクセスを集めていこうっていう発想なんですよこれにはものすごく労力がかかりますし自分のできる労力の間での量産っていうのはライバルもそのぐらいやるんですよ だからライバルが追いつけないぐらいの量産でまさにマーケットを量がしていくしかないってことになりますのでだから大変だからやめちゃうって人が多いんですよでライバルがやめるからやり続けた人が残るって感じですよねだからね悩んでるうちに動けなくなる人っていうのはそこで終わっちゃうんですよ悩んでいるからこそ売れないからこそもっと行動する人が生き残るんですよまあ根性論になりますけどねつまり商品が売れないどうやって売ったらいいのかその一つは 行行動量を圧倒的に増やして、誰もがでできないとこころまで行くことです。売れればいいなぐらいレベルではみんな思ってますからお互いに潰れていくだけですねそしてもう一つはね少ないいアクセスででどうやって売ってて売くかかとこを考えるからなんですよえ。例えば私がねトヨタ自動車に入って車の販売の営業マンをするとします多分私の家族のうち1人ぐらいは買ってくれますよそれは家族という人間関係とこの人に損得なく協力したいっていうそういう風なね 信頼関係ができているからなんでですよでも私との関係が薄い人は自分にメリットがなければ動きませんですんで今度ね車を買ってくださいとその代わりこれこれをしますってやると買ってくれる可能性が高くなるんですよね例えばフルサポートしますとオイル代はずっとこの車を乗り潰すまで私があ自腹で払いますとかね駐車場代を割引しますとかねいろんなものを与えていくと買う気にちょっとずつなるってことですよね だから、この度のことをオンに切るよ、みたいなね。まあ、そんなことも、いろんな場面で使われると思いますけども。じゃあ、自分で商売をする中で、そのどっちを今、やろうとしているのかなんですよ。少ないアクセスの中で濃い関係を作ろうとしているのか、それとも、濃い関係はなかなか作れないから、たくさんの人に知らせることによって、その中で偶然買う人の確率を上げていくかってことです。だから、どっちかに舵を切るしかないですよね。で、どっちもやってないとしたら、それは売れなくて当たり前ってことになります。商品が悪いわけでも、 価格が悪いわけでもありませんそもそも商品が悪いか価格が高いのか安いのかこれは自分が判断するんじゃなくてマーケットつまり自分が商品をお知らせしてその商品を知った人が判断するんですよね自分の財布の中に100万円ある人はすでに1万2万の商品高いと思わないです気分で買ったりノリで買ったりこの人のために協力しようかなと思うから買うみたいなことが起きますで私の家の近所に自分の先輩がやってるねパン屋さんがあるんですけども 私はお腹いっぱいでもパン屋さんに行って1個か2個買おうかなと思うわけですよ。そして行った時ってのは10個単位で買うようにしてるわけですよ。それはそのパン屋さんに協力したいから愛情のなせる技、信頼関係のなせる技ですよね。でもそのパン屋さんに行くに、その途中にパン屋さんっていくつもあるんですよ。そこは素通りなんですよ。関係がないからです。まあ、そういった形であの自分の身に置き換えても、どうせお金を使うんだったら、この人のところに払おうっていう風な、そういった、うん、力っていうのは働くんじゃないかなと思うんですよ。 まあ私の即可塾もねこうやって運営を10年続けてきて今となってはそんなにねたくさんのアクセス毎回毎回動画を上げるために数千とかね数万回とか再生されないんですよでも少なくとも100人前後の方50人前後の方が見てくださるその方に対してこの人の必要な商品を私てね一生懸命作り出していくからその信頼関係でじゃあ世の中にあまた商品があるけども久保さんから買おうかなっていうような感じで10万20万30万という商品が売れるんですよね だから、その食品とかっていうのは単価が、まあ、せいぜい1000円とか1万円を高くいくものってのはないわけですからね、うん。だから自由度はもうちょっとあるのかなと思います。まあ、話が長くなってね、ごちゃごちゃしていきますんで、この辺でまとめますけども、とりあえず、今日の時点でできるアドバイスとしてはですね、アクセスを集めることを諦めるんだったら、少ないアクセスの中でものすごくね、視聴者さんの心に届くようなものを作らないといけないです。つまりは、その辺にある生半可動画ではダメってことなんですよ。 わあ、これは自分に必要だと思わせるようなね。特に、うん、特定のお菓子で、うん、バルクって言ってね、まとまりで単価が高くなるものに関しましては、自分で使うんじゃなくて、これをプレゼントしようと思えるものをやらなくてはいけないかなと思います。もうちょっと具体的に言いますよ。これをやってますかってことを二つ申し上げておきます。一つは、アンケートを取ってますかですよ。ね、アンケートを取ってますかアンケートを流したところで反応ないかもしれません。 でもそうじゃなくてアンケートを打ち出して視聴者さん読者さんの意見を聞こうとしてるかってことが商売やってるんだったら当たり前のようになくちゃいけないんですよそれなのにそれをせずに市場ニーズをなんか探そうとしてるっていうのはちょっとおかしい話なんですよ市場のニーズってのはどっかの誰かがやったデータではないんですよ自分がいろんな視聴者さん自分のことを見てくださる方にどう聞き取ったかなんですよねこれをやってますかってことなんですよこれやってなかったら売れないのは当たり前ですもう一つなんですけども もうすぐ母の日があります5月の今年は14日日です母の日の商品をもうすでに4月の半ばぐらいから打ち出してますかとそしてゴールデンウィークここに多くのアクセスが集まるそういうふうなあ見込みがあるわけですよねじゃあゴールデンウィークの打ち出しをしましたかってことですこういうふうにの時間っていうのはねただ単に過ぎてるわけではなくてそこにいろんなね商売の意味を乗っけてる、うん、そういった日々があるわけですよ それはもう先人のビジネスをやった人が何回も何回も積み上げて成功例としてホワイトデーとかね、それからバレンタインデーとかクリスマスっていうのを作ってくるだけなんですよ。じゃあそこにいちいち私たちは乗っかっていかないと。クリスマスセールですよとか言ってね。まあ昔は、あのー、靴下の中にチョコレートを入れるみたいな程度だったかもしれませんけども、今ね、どんなところも軒並み関係なくてもクリスマスセールですよ。カジノに行ってもツリーがあって、今日クリスマスなんでプレゼントですとか言ってね、なんかこうチョコレートくれるわけですよ。うん、なんか、 そういうふうに、まあ、時期ごとのね、イベントをやって、注目を集めようとしている、いわゆるこれがプロモーションです。これをやってますかってことですよね。もう一回まとめますけども、もう一回ね、まとめますけども、あの、アンケートを取ってますか、要するに、あの、マーケットの声を自分で聞いてますかと、自分の聞きたいことを聞いてますかってことね。で、もう一つは、えー、まあ、季節ごとの売り込み提案ですよね、プロモーションですよね。母の日に乗っかってますか、ゴールデンウィークに乗っ,ても乗っかってますかこの辺ですね。 これをやっていないんだったらこれは売れなくて当たり前なんで言ってみれば商売やってないのと同じなんですよ。だから商売をやるってことは商売をやってる人のあのこう行列にやっぱこう参加するわけですからね。他の商売やってる人が当然やってることすらやらないんだったらこれはねどんな策も打ってないのと同じなんでみんながやってることをやった上でプラスアルファなんですよね。 はい、多少ちょっと厳しいことも言ったかもしれませんけどものこの世界でね商売の世界で生き残った私の、まあ、いつも心がけてることだと思っていただければと思います、えー、以上ですね、えーまあ、あの扱うものがお菓子だったらクリスマスセール年末年始お正月セールそれから節分とかね端午、えー、の節句、まあ、ありますけども恋のぼりを模したようなそんな動画なりインスタグラムなりで映えるものをやってるかどうか、うん、そういったものも 様々ねややることやれるここととれはかなりありあますんでどこまでどういうことをやったのかってことをね、私が分からないまんま、これやった、あれやったって言ってもなかなか、あのー、噛み合わないところがあるかもしれませんけども、今お話した中で、あれ、これやってなかったなとか、そういう考え方もあるなっていうのが、見つかれば見つかるほど、今まで何をやってたんだというふうに振り返っていただければと思いますえ。それではね、今後もビジネスの成功を願っております。よろしくお願いします。それでは、いってらっしゃい。